皆さん、こんにちは。今、私は阪急電車の神戸三宮駅にいます。それで今回は甲南大学へバーチャル案内していきたいと思います。で、道中に有名なパン屋さん、ね、フロイン堂というのがありますから、そこにね、案内も兼ねていきたいと思います。で、岡本駅に到着しました。これ見たらびっくりするんですけどね、パタパタがあるんですね。昔、伊丹空港でもありましたね。で、僕がその様子を撮ろうとしたら、こうね、終わってしまうという、ツンデレっぽいね、パタパタ板なんですかね。と、これカメラを振った瞬間、またパタパタ言い出しましたね。ちょっとね、息が合ってないですけども、それは置いといて、下に降りていきたいと思います。下に降りましたら、このマップがありましてね、紹介していきたいと思いますが、現在地この駅でして、この下側に、湖南大学がありますね。で、これ周りにね、見てもらったらわかりますけど、何も書いてないでしょう。湖南大学以外。本当に住宅地なわけですよ。しかも高級住宅地、いいとこなんですね。その中にあるのがこの湖南大学という場所です。で、今回南改札口から出ていきたいと思います。私自身がね、昔TOEIC で1回受けに来たことがありましてね、その時もこっちから来たんで、それで行きたいと思います。出てきてね、おしゃれですよね。もうこの雰囲気をね、醸し出してますよ。岡本駅のおしゃれさをね。で、あっちの方に目を向けると銀行とかヨガ、あと塾がありますね。塾ね、これ道中多いわけですよ。もうこの辺教育熱心な感じがね、プンプン伝わってきます。で、ここを右に曲がって、あとはドーンとね、進んでいくだけです。先ほどの地図にも書いてましたけどね、今阪急電車乗ってきたんですけども、それ沿いにね、どんどん進んでいくだけです。で、右手にはコープさんですね。なぜか関西ではさん付けするというやつですけどね、私は別にもうね、そういう世代でもないんで、普通にコープって言いますけどね。スーパーですから、一人暮らしする方もここで、買い物するには便利ですね。で、その行き方の話をまたね、戻しますが、三宮駅から私は、この岡本駅まで電車に乗ってきたわけです。で、この湖南大学というのは、その三宮駅側にあるんですね。ですから、ちょっとね、電車で途中過ぎてしまうわけですよ。湖南大学、もうこの辺で止まってくれとかね、ちょっと思うかもしれないですがね、横目でそれをちょっと残念な感じで見守りながら岡本駅まで行き、そしてその道を少し戻っていくという形になります。と言っていた矢先にですね、最初ちらっと言いました、フロイン堂という有名なパン屋さんが左手に見えてきました。この建物ですね。一瞬ね、分かりにくいですよ。家みたいな感じなんでね、普通の。お向かいに幼稚園がありますから、それを目印に行ってもらえば分かりやすいかなと思います。めちゃくちゃね、賑やかな子供たちの声が聞こえてますね。予約がどうのこうのって書いてますね。本当に大人気店でね、食パンが有名みたいですね。この間ですね、1週間か2週間ぐらい前に情熱大陸でたまたまいましてね、それ以前から有名だったんでしょうが、私みたいなね、知らなかったものとしては、有名なパン屋さんみたいな感じでね、ちょっと興奮してるわけです。行かれる方はね、もうこの湖南駅今歩いて1分半ぐらいですかね、ぐらいなんでね、簡単に行けます。ただその食パンというのは非常に大人気で、どうやら9時半に行ってももうね、完売してるみたいなことがあるみたいなんで、できれば開店前から行って並ぶのがいいんじゃないかなと思いますね。で、左側にはですね、何か、なんでしょうかね、ケーキ屋さんみたいなものだったんですかね、ちょっと列ができてました。本当に岡本駅の周りというのは、こういうおしゃれなお店が多いですね。この点ね、もう駅出てからもう、ボーリング場やラーメンやカラオケやね、ぐちゃぐちゃ何でもあるみたいなね、神田前とはもうね、雲泥の差ですね。どっちが雲でどっちが泥かというのはね、視聴者の皆さんにお任せしたいと思います。どれをね、いいとかあんまり良くないなとか思うかというのは、その人それぞれの価値観ですからね。すいません、それでちょっと申し遅れたんですが、この道ね、大体何分かかるかということですが、私この日行った時は11分かかりました。で、それはね、カメラあんまりね、ブレないようにっていうのを心がけて歩いてますから、ちょっとブレてるんですけどね、それでも申し訳ないですが、でもそれでもゆっくり歩いてるんで、11分ということです。で、さっきのフロイン堂でね、ちょっとインサート映像みたいなね、ちらっと撮ったりしてるんで、それ込みで11分なわけですね。ですから、普通にノンストップで歩いたら、10分以内で行けるんじゃないかなと。10分前後っていうところをね、目安に考えていただければなと思います。で、今、右手に阪急電車ね、走ってました。線路そこにありますから、線路沿いにこうずっとね、進んでいくわけです。で、あそこに校舎ね、ちらっと見えてます。ですから、これ私のチャンネルで、この間もあったんですけどね、ちょっと私の悪い癖かなと思いますが、ざっくり言うとね、西方面に歩いていけば、着くという話ですよ。
もう道案内チャンネルをね、歌ってる身としては、まあ、最悪な発言なわけですが、まあ、この道でね、絶対行かないとダメとか言うわけでもありませんからね、まあ、一応目安のルートとして考えていただければと思います。この左手に、ピザのお店がありましたね。やっぱいちいちおしゃれですよね。この木のテーブルとかね、なかなかこんなね、道路沿いに置けないですよ。まあ、こうやってね、歩いてて感じるんですが、本当に静かなところですね。もういい街で、もうこういうところね、将来住みたいななんて思うわけですが、そういうね、高級住宅地みたいなところって、なかなか大学が建ってるっていうのがちょっとイメージできないじゃないですか。まあ、皆さんわからないですけど、私はちょっとね、なかなかできないわけですよ。というのもやっぱり土地代とかね、高いじゃないですか。まあ、そういうところにね、大学ってある程度大きさがいりますから、面積も必要なわけで、ですよね。だからこそこの土地に、まあ、あれだけのね、面積を、備えているというコナン大学はね、本当にすごいなと思います。まあ、どれぐらいの広さかといえばね、そんなにね、一般的に大きい面積がある大学っていうわけじゃないんですよ。江南大学ね、なんかパンフレットみたいなのも見たんですけど、なんかコンパクトみたいなことがね、売りだというふうに書いてありまして、まあ、確かに私の友人にも、行ってる人いるんですが、校舎内のね、移動っていうのがそんなにね、長く歩き回らないから、まあいいとかね、逆に言うとちょっとね、先輩とかにめっちゃ会うからちょっと嫌だみたいな意見もね、まあ率直に言うとあるみたいですが、まあ、それも込みで江南大学ということですね。まあ、長々と言いましたが、まあ、何が言いたかったかといえばですね、まあ、江南大学はすごいんやということです。まあ、これだけの高級住宅地が並んでいる土地に、まあ、あれだけの面積と校舎を建てれるということですね。で、左手には保育所ですかね、なんかそういうのが並んでました。この道中多いですよ。さっきもパン屋さんの前にも、幼稚園がありましたし、非常に子供の塾もありましたね、さっき駅前の方にね。まあ、そういう小さい子供たちが行くような施設があるところというのは、まあ、比較的ね、治安のいいというかね、静かなところが多いかなというふうな私の感覚ですけど、まあ、そういうのがありますんで、まあ、通うにしてもね、まあ、いい場所にあるんじゃないかなと思います。そしてここで、右に曲がりまして、阪急電車の高架下をくぐっていくわけです。岡本というね、筆記体ではないですが、ちょっと斜めっぽい英語のね、かっこいい字体の看板を下をね、くぐって抜けていきます。さあ、そして左手にね、ちらっと見えてきました。このお花屋さんがあったね、いいなと思ったね、ちょっと撮りました。やっぱ花屋さんがあるというのは、ほんと静かな街の象徴ですよね。というふうに私は思います。あんまりガチャガチャした土地にね、なかなかあんなに花屋さんって置けないと思いますからね。さあ、そしてここを左に曲がります。この左に曲がりましたら、もうあとはね、学校に向かって一直線に突き進んでいくだけということです。言うてたら、いきなり点滅しだしてね、ちょっと焦って走りました。さあ、画面の右手にだいぶね、はっきり見えてきましたね、校舎が。茶色の建物ですね。まあ、もうちょっとですね、頑張っていきましょう。まあ、頑張っていきましょうと言ってもね、そんなに疲れてはないわけですけどね、どっちやねんという話ですが、というのも、このね、江南大学があるところからさらに北側っていうのが山のこうね、坂に始まってるわけですね。ですから、その阪急電車を境にして、まだ私は南側を歩いてるわけですよね。で、これ大学に行くためには、駅から大学までこう西にね、平行に移動していくという形ですから、そんなに丘をこう登っていくっていう感覚ではないわけですね。ですから、そんなにしんどくないと思います。これがね、もし大学がもっと山の上とかにあったらね、例えば神戸大学なんていうのはそうなんですが、阪急電車のよりその北にね、どん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 上がっていくようになってるんですよ、神戸大学は。だから結構行くのしんどいですよね。その点、江南大学はそんなしんどいというイメージは全くないですね。平坦な道が続きますし、もう本当にね、歩きやすい道です。で、まあ、あまりにもね、車も通ってないんでね、まあ、一応左右確認しましたが、ちょっとね、道を渡ってこっちから歩いていきたいと思います。大学はね、こちらから行った方が見えやすいと思ったんで。さあ、それではいよいよね、大学の前に着きましたが、なんかね、ちょっと気になる横断幕を見つけましてね、岡本美しい街にということです。やっぱりね、これ結構強めに書いてありますよ、赤字で。ゆかお前ら学生、絶対にこの綺麗な岡本っていう街汚したあかんぞというね、強い江南大学からのプレッシャーを感じます。で、今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。